大崎一万発の本音で話せよ。はい、大崎さん、まずゲストの方をご紹介していただきたい。そうだな、はい、うん、はい、気が済まないが、今日のゲストはスローアフロさんです。はい、あ、映ってるんですか。スローアフロです。俺あのよいしょ、画面で君を見たことが一度もないんだよ。そうですね、大崎さん。あの、うん、大崎さんがそんな乗り気じゃなくて紹介するとしたらですよ、その僕から言えることもあるんですけど、何、うん、いや、お前が呼んだじゃん、スローアフロって思うんですよ。そうね、大崎さんが、あ、いいよ、あのスローアフロってやついるから俺呼べばいいだろ、みたいな感じでゲストに呼んだんで、うん、正直、スローアフロさんが面白いか面白くないか置いといて、うん、どういうことになろうが、うん、さ、アフロのケツは大崎さんが拭いていただかないと、はいはい、とりあえずだから、このスローアフロさん、はいはい、どういう方なのか、自己紹介で名前言っただけなんで、うん、俺もよく知らないんだよ、はい、なんの方、気がついたらなんかいて、気がついたら現場で一緒になってるんで、はい、俺誰みたいな、気がついたらいなくなる可能性もあるんですけど、で最初ね、なんかこう腰低いし、はい、いいやつだって最初思ったわけ、はい、で何度か会ううちにどっとうっとうしくなるっていう、あの、いちいちお前さみたいな、で今日はちょっといろいろそういうお前何なのっていう話、そもそも何者なのかとかそういうとこからお話を聞いていけたらってことですね。そうなんですよ、何者か知らないんで、実は呼んどいて、はい、というわけでスローアフロの会でございます。よろしくお願いいたします。実は手元に資料があるんで、大崎さん、それがスローアフロさんのあの簡単な年表になってますんで、ちょっとお話を聞いてください。本当に、はい、そう、現場でお会いして、そもそも最初に会った時にこれで会ってねえからさ、何を言ってんですか、ちょっとね、これで会ってねえから普通の、個人として会った時に、え、お前誰なのみたいな、なんか変なやつがいるって思ってたら、あ、え、スラウロなんだお前、誤解が、あのサングラスをしてなかったということですね。いや、なるほどね、上はかぶってたんですか。いや、かぶってるじゃなくて、地毛ですか、これは。別にそのよく言われるんですよ。なんでその嘘をつくんですか。全然意味わかんないですよ。違う違う、嘘じゃない、誤解が生まれてしまうので、まあ、アフロは地毛でございます、はい、サングラスがしてなかった、ね、そう、多分それで、はい、だからああいうの、僕みたいなテンパーで地毛でやってるやつからしたらめちゃくちゃつくんですよ。はい、しかも地毛じゃないのになんで嘘突き通すのみたいな、意味が全然わかんない。嘘じゃない、なんで嘘じゃないって言うんですか、それ。だから地毛だからです。でそれね、事務所から言われてるとか。個人 YouTuber でございます。あ、じゃあ自分のこだわりで、はい、だそれを地毛にする理由がわかんないです。なぜだからこうなったかですよね。スローアフロになるまでのやっぱヒストリーが。そうだよね、ここにあんだよ、ヒストリーが。謎すぎてわかんないんで。お前なんなの一体。1984年生まれってことで書いてますけどね、はい、あの、はい、37だから俺1個下なんですよね、スラフロ。そうなんですか、はい、ちょっとムカついてます、はい、年上だったらまだしもこいつ年下か。え、君さ、その大学を出て、はいはいはい、で金融会社に就職になってるけど、その時点でだって28歳じゃん、はい、そ、いや、いや、そんなことはないです。あ、ごめんなさい、これは僕がミスってますよね、多分。はい、事前にちょっとプロフィール教えてくださいっていう風に記入するシートに僕がもう年歴を思いっきり間違えたって。間違えたの。だって2021年ってなってね、ここで2009年になってますから。そうそう、これ2001年ですか。まあ2011年で会ってるのが、まあ、要するに22歳でちゃんと大学を出て、でそこからすぐ就職して、うん、でそれで、1ヶ月か3ヶ月かで辞めてしまってっていう流れで、この、ね、年表を書くのに、うん、なんで年表が年順じゃなくてずれてるんですか。何なんですかこれ。これはですね、あのスローアフロが悪いんですよ、はい、そうですよ。何言って、お前が悪いに決まってるじゃん。病気、申し訳ないです。大学4年で出て新卒で就職して、ね、はい、2007年か6年に卒業しているということですね、はい、で、うん、金融会社就職。あ、就職しました。東証一部、東証一部上場って書いてある。すごいしっかりした会社でした。言えるんですか。あ、言えます。あのフィネックっていう会社だったんですけど、ただ今はドン・キホーテに買収されちゃって、うん、会社名が残ってないんですよ。あ、でもすごい会社ね、はい、で僕もそこのだから会社が今また変わってるかもしれなくて、うん、当時の創業社長も要するに乗っ取られてぽいみたいな、うん、はい、そんな感じ。1ヶ月で辞めるっていうのを、辞め、クビになったのか自分から辞めたのかっていう、うん、いや、もう僕があの人事部長に辞めますで宗教に入信するという、宗教に入信したいために、そこで話がだいぶちょっと待って、宗教に入信したいがためにやめた。だから
だから、金融会社に入って時には宗教と出会ってたんですか？あ、もう出会ってます。大学生の時に宗教に出会って、出会ってるんです。これがマルチ宗教入信って書いてあるんですけどそうですね、はい、要は大学生の時に宗教もやってたと。大学生の時マルチにはまった、洗脳されたってこと？そうですね。でマルチですけどちょっと宗教なんですよ、どちらかというと。そう、何かアムウェイみたいに販売をするってわけではなくて、すみません、マルチ宗教ってないよね聞いたことないですよ。ちょっと軽く初めて聞いた。だからその100万円で宗教に入りませんかって言って、それでどんどん人を勧誘して、で勧誘した入んないでしょ100万円で普通の人。いやいや、ここにいるじゃないですか。100万円払って入ったんです僕が。しかも大学生で100万円って持ってないわけじゃないですか、まあ、今でもないですけど、それを、うん、だからそのアコムと、アイフルとプロミスみたいなのにお金を借りして。神様はそれを許すの？あと大学生、神は100万円で入信させることにそうそうそう、そういうアコムとかから金借りたお布施を許すの？そういうことなんですよ。だ100万円を払うと何、どんないいことが、いや違う、入信、そう、うん、入信できるのは当たり前でした。いいことがねえと入信しないわけじゃん。どういういいことがあったわけ？それはだからそのもう乱行パーティーとかしかないですよ、海外のね海外のあのヤバい宗教みたいな、うん、そんな具体的なメリットがあるわけないじゃないですか。はい、だからじゃあ何で宗教なんですよ。だからそれはその、なんていうか幸せになれるっていうか成功できるっていうか。 どっち寄りなんですか、その仏教とかキリスト教とかいろいろあるんですよ。何寄り、何だ、神様は何だったんですか？神様はだから谷村先生とかそういう、そういう本当にそういう感じです。そういう個人の、個人の、はい、でいい感じのかっこいい、まあ神格化されてるんで僕の中では。だから今日は暑いねって言ったらさすがですね。あ、じゃあそのいや、じゃ言ったらまずですね、ブッダとかキリストとかそういうことじゃなくて、全く関係ない、全く関係ない、その人が神様なの。まあそうです、神様的な感じ。神様がそこに座ってるみたいなことですよね。あ、そうそう、だから神様は基本いなくて、来たらもうみんなこうやって、あ、立ったり、こうやって、あ、おはようございますみたいなそれで、それ100万払ってそういうことやらせられるわけ？なんだったら追徴も追徴払うことも僕の場合はありましたね。僕はその宗教って追徴課税あるんですかそうですね、課税みたいなもんですね。まあ、基本は100払ったらその後はどっちかっていうと自分が誘う側になってくるんで、うまいことそこまで誘導があるんですよね。その最初はそんな気持ちがない。あ、親になるみたいなことです？あ、そうでも、まあ、ネズミ講でしょ。あ、そう、ネズミ講です。ただ最初はそんなことも思ってもないし、だからその僕もその人たち、その人についてったらいろいろこう成功できるのかなみたいな気持ち。俺あの言っときますよ、その、はい、お寺や神社っていうのは別として、やっぱ信仰系の宗教に行くやつってやっぱまともなやつと思ってないんでそれもしかも金を払ってたんですよ。すごい、はい、だから大学の時にもうそれに出会って、その時に100万払ってた、払ってました、はい、で大学卒業してだってその一部上場企業に勤めたわけじゃないですか。あ、そうですね、で宗教の人から言われたら、はい、いい金づるじゃないですか、はい、なんでそれ辞めてまで入信させるっていう。そう、その宗教のあちら側の視点は今は冷静に分かるんですけど、うん、やっぱりその運営していくにあたって、このスロアフロ君っていうのをもう、うん、近くに置いといた方が都合がいいと。幹部じゃないですか。まあ、幹部に、まあ、そういう感じですかね、一歩近づけようと思って、うん、僕何だかんだ何でもやる人間だったんで都合が良かったんですね。え、人とか殺してないですよねちょっと待って、何だかんだ何でもやるなんて、ね、過激マジであのおばあさんの年金全部そっからにしてとか俺みたいな。あ、でも、まあ、まあ近しいような話にはなってくるんですけどね、はい、なってくるんですけども、ブラックではなかった。神様は刑務所にもう収監してしまいましたけどね、最終的に。詐欺で？そう、詐欺で。詐欺じゃねえか、それただの。それちょっと後で詳しく教えてよ、そのニュース見たいわ。違う、誤解なんですけど、その…だ、一緒に映ってんでしょ当時は2チャンネルですかね、書かれてましたね、やっぱり。やはりその団体のこととか、あとは僕のこととかも。お前さ、その普通に考えてさ、金をむしって、しかもマルチ的に勧誘したらバックがあるみたいな宗教がまともなわけないじゃんって普通の人は思うわけよ。そうですね、まともではない。しかも経済大学卒業してるんですよ。そう経済大学卒業してるやつがマルチに引っかかるってすごい。一瞬でその何、その洗脳されて一瞬フラっていくのは分かるけど、はい、その後就職先辞めて入ろうって、それ完全になんかそのそっち側の犯罪者側の方に行ったっていう。え、だってじゃあスローホルさんもそれなりにもらってたってことですよね、給料、はい、中で。いや、それがですね、うん、まあ、1円ももらえないですよ。じゃあ生活できないじゃん。あの人を誘った時に、うん、ですね、だったかな、そういう歩合であるんですけど。やってんじゃん。いや、それが多分、しかも2回かなんか、ね、やってんじゃん、うん、あ、じゃあ100万払ったうちに
5万円でもらえるんだ。俺も捕まるみたいな。まあでもそういう感じでした。今日で最後か、スラブラさん。すごいやつ。今だってね、大崎さん、俺らが見てるのって自白ですもん。いや、待って、自白じゃなくて自白だと思います。本当にもう、全然知らねえよみたいな。自白ですもんね。そんな感じ。え、疑問は持たなかったわけ。こんなことやっていいのかなって。俺なんかうまく手よく使われてるだけだろ。いや、でも、持ってもやっぱ、もう信者なんで、やはりそれも、やはりその、ね、なんだ、自分の未来のためというか、ね、いろいろやはりその多分視聴者の方も何かその宗教だったり、まあ、あと女性関係だったりハマった経験っていうのがある人だったら、うん、共感できる。いや全然できないですか。いや 女とかめちゃくちゃハマったけど全然そんなのない。できねえ。常識の範囲内でやってる。ああそうですね。じゃあスラフルさんってこれ宗教をやめるタイミングがあるわけじゃないですか。はい。それってや 自分からやめたのか神様が捕まって亡くなっちゃったのかどっちなんですか。それがですね、あのどちらでもなくてですね、強制的に退会してしまったんですね、僕が。なんかやったってことですね。もうすごい恥ずかしいんですけど、うん、親が乗り込んできまして。当たり前だろ、そらさ。バレた。だって自分の子供がこんなマルチの宗教ハマったら。そんなもん親としてはふざけんねえって。だって東証一部上場の会社に勤めた息子が1ヶ月で辞めたわけですからね。そうですね、はい。でそれであの実質上はその部屋住みみたいな感じで事務所で毎月家賃7万円だったかな。払ってる。取られてんだ。あ、そうそうそう。え、だってお金ないじゃん。ないんですよ。親から。いやいや違います。だから借金したりとか、あとはそのなんだ、だからどうやってたのかなっていう感じですよね。まあ借金を限界までいって、それもさらにその借金ができるんですよね。やっぱり頑張れば人間。借金もうできないよっていう状態からもうそれがもうみんな仲間なんで、その部屋住みのやつら4人だったから3人だったから。えそれでお親になんでバレたんですかそれは。いや、まあ、だから最速上が親に言ったんじゃないのっていう。あ、そのそうかも。あ、そう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 、うん、すごいすごいです。借金してますねあなた。そうなんですよ、あの家に今のもだって勧誘のやり方ですもんね。そうそうそうです。あなた借金してますね。どうですか、一緒に幸せになりませんかの流れですもんね。違う違う、そう、本当にそうです。督促状がそう来ちゃって、うん、で、それをだから自転車操業でやってたわけですもんね。返して借りて、返して借りてみたいな。あ、そう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 、つまんで借りてみたいな。はい、本当にそうですね。で、親にバレて、親が来たわけですよね、その宗教の。でも、どうやってその事務所が分かったん。あ、まあでも、まあそうです、結局それで来て、うん、で、それでもう、ちょうどそのタイミングの時に神様もいたわけなんですよね。はあ、だからもう、はい、神様同じ部屋にいるの。あ、だからたまに現れるんですよ。それで毎回そのホワイトボードがこう後ろにあって、うん、スウェットでいやスウェットちゃんとスーツでビシッて決めてるんですよ。かっこいいんですよ、まあ、かっこよく見えたんですよ、うん、ホワイトボード何教えてくれるんだよ。なんかひねり打ちの方法とかでもそういうふうにそういういや、なんか田舎から出てきたあの新卒を狙えとかそういうやつとか。いや、なんか毎回かっこいいこと言う、成功的な、なんつうんですかね、なんだろうな。忘れてるじゃねえか、そこまでお前はまっといて。面白くないような話しかしてないんだよ、よくある本に載ってるやつですか、その。そう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 、人の動かし方とか。成功したいんだったら何をしろみたいな。啓発本に載ってる。自己啓発とかやっぱ当時すごくブームだったんですけど、うん、そういうようなことが多かったですね。で、はい、その神様がいるタイミングで親が来ますよね。これ俺あの本当映画とかだったら親殺されてますよ、うん、本当にそんなの。そうだよ、うん、いやいやいや、でもまああの部屋住みのそういう人しかいない場所だったので人数も少ないで、神様もそこにいた時に親が入ってきたと。そうですね、でもうざわざわになりましたね、はい、いやだからそっから聞きたいね、なんで話止まっちゃうんですか。何があったのかだって一番大事なところじゃないですかこんなの。そうだよ、何その変に溜めてんだお前。溜めちゃい、もしこの話でグッてなるんだったらなるべき時はこれを書くときに書いちゃダメだよ。そうだよ。だからホワイトボード見たところに親も行ってほいみたいな、俺に早く行くぞみたいな、何やってんだよみたいな、うわーみたいな、まあ、物がドンとかになんなかったんですけど。全然日本語は分かんなかった。親が来て、親が来ました、はい、ドン、うん、でしかもあの母親父親は2人で来ました、うん、そりゃそうでしょうね、だって、うん、多分そこそこの額の借金があるわけですから、うん、それの最速状が借金ありました。最速状が届いてるわけだ親に、うんうん、はい、親はあんた何やってんのと。そうですね、初めてそこで僕も2年ぶりか3年ぶりかに会って。でも宗教やってること知らないですよね。あ、そうですよ、だから何の借金かも分かってなかったはずなんですよ。でそこで知らない人がいっぱいいる中で一人いると。そうですね、で、はい、どう説明するんですかって。やめたくなかったわけですよね多分。全然やめたくなかった。何、まあ、親とかもうやめろよみたいな、ダセいから
ゃ行けやみたいな。恥ずかしかったんですよ、僕は親が来ちゃったみたいな。神様の前にね。神様の前もそうだし、信者がやっぱいるんで。うん、あ、でちょっと上だから。上、まあ一応そうですね、やっぱ成績を収めるとさん付けで呼ばれたりとか、そういう細かいのあるんですよ。僕はもともと何々スラフロ君みたいなんですけど、やっぱその入信、結構人を呼ぶのが上手かったんで、うん、結構さっきの話からしたら、もらったやつって言ったけど、今の言い方だと結構やってるんですよ。被害者なんで悪者だよね、俺。お前ね、これ時効になってねえじゃねえか、お前。大丈夫ね、本当に大丈夫。いや、だってあの神様捕まってんでしょ。そうです、神様捕まりました。え、だ大丈夫なの。大丈夫です。いや、俺ら知らないよ、本当に。大丈夫です。ブラックのことではないんですよ。で、神様が捕まったのもまた別件なんで、別件何だったんだよ。いや、だから神様はいろいろな事業を手掛けてらっしゃったわけですよ。だから僕がやってる今のはそのちゃんと捕まる話ではないです。違法ではない。あ、じゃあ違法じゃないんで。神様がやってる宗教事業だったっていうことね。怪しいですよね、かなり。多角化の中の、はい、だからその何かをお金を100万払ってこれを絶対確約するよみたいな話になったら、それをしなかった場合に詐欺になるんですけど、まあお金を払ったところであなた次第です。まあちょっとよくわからない。一番悪どいだけど、じゃあ俺わかんないな。本当にこれ以上聞いていいのかどうかわかんない。辞める時ってだって簡単に辞められないじゃないですか。だって実家にいて簡単に電話で僕辞めますでいいわけじゃないですよね。だから、あ、そうですね、多分そういうのもあって、そのホテルで親と、まあ、僕もその場にいたんですけど、神様と話してみた。もう親と神様が話してるんですね。そうそう、親はもうだから訴えるとかそういう話なんですよ。だ、当たり前だよ、それは。当たり前だよ、そりゃそう。やってることがおかしいから、うん、でその一応その、まあ、事実ベースでも僕はそこに入るから何かしてくれるとかっていう約束もしてないから騙してはないっていう、そこのギリギリそのグレーが保たれてるんですね、うん、っていうので、まあ、親もだからどう思ったか知らないですけど、こいつと話してもらっちゃあかんみたいな、とにかくもう うちの子はもう一切関わらないで、関わらせませんみたいな、うん、っていうのでちゃんとやめられたっていう、ね、なんか神様も面倒くさいからじゃあいいやっていう流れなんですか、それは。おそらくはもう完全に面倒くさいですよね、トラブル。もうだって神様も人呼んだりとかして、うん、もうなんか法務的な対応みたいな感じだったんじゃないですかね。あ、はい、お前の借金は親が返してくれたの。いや、1円も返さないです。自分で稼いで返しました。でそれがあって抜けました、うんうん、でそこからどうなったかでしょ。だからその就職したの。それで、うん、はい、もう就職しました。で、ですね、やっぱり頭がおかしかったんで、多分3日かな、1週間もしないで東京に出ちゃったんですよね。どういうことですか、そのあの話が分かんない。いや、そのさっき茨城で、茨城で、そう、言ってた。実家で親に引き戻されたんですけど、で親に引き戻されて、その時にはもうだからその宗教のは全部やめて、そのシティホテルのやつも終わって実家に戻った。赤坂インターコンチネンタルホテルで話が終わって、はい、で家に戻った時に、はい、まあやっぱりその3日もしたら、なんかそのなんだろう、なんかそうですね、なんだろう、なぜだったのかな、まあ、なんかやりてえみたいな、なんか僕、俺はこんなんじゃないみたいな、ちょっとその勘違いしてた。え、そこでもう一回その教祖のところに戻ろうっていう発想なかったの。いや、そこは戻んなかったですね。もうやっぱり自分の中でもけじめというか、心が折れたんですね、多分、うん、いや折れたっていうかさ、俺は騙されてた怒りとかそういうのないわけ。あ、そこはまだその時は、うん、そこまで冷静な判断ではなかったですね、うん、とにかくもう無理だっていう、自分続けられないっていう、お金がないから、うん、やめて実家戻ったまではいいですけど、その3日4日で出ちゃおうっていうのは何なんですか、その東京に出ちゃおうっていうのが。何ですかね、なんか。いや、何ですかねって、お前の話がお前に俺らに聞くんじゃない。その時僕、うん、ホームレスチャレンジを始めたんですよね。東京でホームレスを1年間やってみようみたいな。で、それで東京に出るんですよ。だからその宗教に戻るとかじゃなくて。東京でホームレスになったんですよね。あ、そうで、ただここは本当に結構世の中的にも珍しい行動をしたと思ってて、ホームレスをしながら会社員になったんですよ、僕。ホームレスをした状態で履歴書を出して面接行って、会社員、サラリーマンだったんですよね。で、会社が引けたら駅のホームに帰ってみたいな。そうなんですよ。え、てかそんなので入れる会社あるんですか。いや、だからだって会社住所不定じゃないですか。いや、僕嘘はつきたくない、あまりつけないタイプなんで、会社にはその今その時実家に出てからだったんで、まあその実家の住所を書いて。嘘じゃん。いや、でもだから僕はホームレスしてますとも言ってないですし、どこに住んでますとも言ってないし。いや、で、嘘で。いや、嘘はついてない。聞かないですよ、そんなに。いや、じゃあ聞かないじゃなくて、これから東京に住むんですねみたいな。ああ、はい。書類の送付先、あるいは定期の住所、
はいはい、いろいろあるわけじゃん、会社員になるってなったら会社の身分を証明して、それで保険とか年金とかのあれもあるんだからさ、茨城から通えない交通費どうするんですかみたいになるわけです。いやでもそれはどうしたのかな、嘘ついてんじゃん、嘘ついてんじゃんな、だから僕は神様の血継ぎまくってんじゃん。違う僕はその誠っていう名前で、親がそのやっぱり嘘だけはつくな、誠実に生きろって言ってるんで、僕は嘘はつかない。いやもう本当なんかもう怖いんですけど、大崎さん。なんでやばい、本当に嘘はついてない。え、やばいよお前。やばくないですよ。じゃあまともじゃないよ、いろんな意味で。当時は見てください今の僕を。いや今もっとやばい。なんで今もっとやべえ。昔の話ですよ。だから俺だってこの番組終わった後、あのツイッターブロックしよう。え、どこに住んでたんだホームレスして。だからその新橋の、うん、新橋の会社だったんですけど、築地方面のその新橋駅の、公園があるんですね、うん、あるある、夜中めっちゃ寝てる。そこです。そこで毎晩寝泊まりして。え、着替えとかは、だって会社行くのにスーツとか着なくて。で、僕はハイブリッドホームレスっていうか、その、はい、いいホームレスだったんで、はい、ちゃんと何すか、ハイブリッド公務、うん、説明なくそういうなんか意味不明の造語を混ぜてくんじゃねえよ。はいはい、あの身なりのしっかりしたホームレスだったんですよ僕が。スーツ着てたみたいなことですか。スーツとかちゃんとその着替えを毎日変えて、うん、でそのコインロッカーがまた新橋駅前にまあいっぱいあるんですけど、うん、そこに荷物を置いて、うんうん、で、そうですね、着替えて、でそれでその、うん、ビジネスホテルがやっぱ駅前にいっぱいあるんで、うんうん、そこのコインランドリーで、洋服を洗濯してっていう生活でした、うん、で会社に行ってってことですね。そうそうそう、昼間はそうそうそう、はい、それがいつまで続くんですか。とにかく1年やりました。11ヶ月と何日、はい、11ヶ月ホームレスやりながら会社行ってたってことですか。そうですね、はい、そうですね。え、バレなかったの。バレなかったですね。いや、怖っ。いや、ちゃんと会社に行くわけです。何の会社なんですか、うん、あ、不動産の会社でした、はい。今でもそこの社長と部長にすごく感謝しております。ありがとうございます。そんな仕事できるんですね。いや、仕事ができるというか、たまたまその自分のその性格と営業が合ってて、そこであの年収がまた営業、うん、またってちゃう、あ、そう、ちゃんとその不動産の営業、事故物件ばっか扱ってたわけじゃないですよね。それそうだよ。ちゃんとその世の中的に一般的なその不動産の活動をして、うん、そうですね、あの歩合の高い会社で、うん、年収がその1300万とか、いい時1800万とか、うん、なんかすごいお金がもらえて、でそこでだから借金も一気に返せる。ホームレスやってたから家賃も何もかかんないし。あ、そうです、かかんない。それでその11ヶ月のうちの間に1000万以上稼いだわけ。いや、最初の1年は800万とか700万とか。今の11か、はい、ね、もう今おかしいですよね。11ヶ月やった後、サラリーマン続けたけど家を借りたってことなの。あ、そうそうそう、要するにサラリーマンは3年半ぐらいやってました。最初の11ヶ月はホームレスやりながらやってたんですよ。そういう形です。それで金を作って借金を返して、そうですそうです、そう、部屋を借りて、はい、それで何、あの年収が1000何百万みたいな。当時はそうですね、その会社はすごい。何でもね、一体いい会社でしたので、だってもう順風満帆だね、これ。あ、そうですね、うん、めっちゃいい会社でしたね、はい。なんで今みたいなことになってるのかっていう話になってくるんですよ。そう やっぱその自分でやっぱり会社をやりたいっていうふうにもともと思ってた人だったので、うん、で、まあお金もたまったし、よっしゃ一発勝負したれみたいな。でもその前に嫁と出会うっていうのを書いてるんですよ、うん、あ、そうなんですよ。そこの会社に、離婚してしまった奥さんがいて、うん、ホームレスの時じゃないですよね、もうちゃんと家借りた後ってことですよ。ホームレスの時です。はに出会ったの、会社の OL さんだったの、奥さん。あ、そう、その会社の OL さん で、うん、でそれで、まあ、ホームレスっていうのも伝えてたけど、あんま信じてもらってなかったんですよね。まあ、そうでしょ、当たり前だ、はい。そのまあ、すごい会社ですごい、はい、なんかちゃんと仕事をある程度成績を収めてて、うんうんうん、やってるから、あんま信じてくれてなかった。ちゃんと自分がその前にいろんな人騙した話しました。いや、宗教にハマってさ、借金作ってさ、それはね、だって、うん、いや、まあ、その結婚した後に多分話してると思うんですけど。ああ、でも話したんですね、うん、そうですね、結婚して、はいはい、そんな形で、はい、
ほんでその部屋を借りてはじゃあ新婚生活を送ってたわけだ。そうですね、はい、うん、こんな形ですね、はい、でも普通そうなったらだって会社辞めるなんてね、うん、で子供もでき、そう子供も誕生って書いてある、幸せなエリートサラリーマン、順風満帆でしたね。ただその奥さんも、うん、その自分が会社を辞めて何かするってことに対して、うん、あの否定的な、いやそりゃそうでしょうね、まあ、うん、好きなことやったらっていう、もう神様みたいな、まあ神様って語弊があるまあその僕にとって、ね、否定的じゃないですか、あそれ肯定してくれる、あ肯定、そういう会社を辞めるみたいなことはやっぱり嫌がるじゃないですか、で安定しないし、ただそういうのも好きなことやってねっていう、僕からすると本当になんかあのすごくいい人、起業したんだ、ほんで、うん、会社を辞めて、ね、世の中的にもちゃんと会社登録してっていう、違う、その会社をやりたいってまあまあ何の仕事をしたかったの、それでじゃあ起業するにあたって普通何かあるじゃないですか、自分はこれが得意だから起業しようとか、そうそうそう、なんでいきなり起業で何ができるからみたいな、うん、あでそれはもう何もできなかったんですけど、その当時その YouTube、Ustream とかそのなんか、うん、ドコモ TV とかいろんなそのメディアの走りがあって、それだから地上波からいろいろね、でインターネットの番組に移り変わっていくとき、うん、はい、でネット事業がいけるっていう話だったんで、うん、よっしゃ行ったれって、うん、要は、うん、当てたかっただけってことですよ、それで刺さり当たるっていう、そう今ネットが金脈だ、行けみたいな、そういうもう本当にもう極めて根拠はそこだけです。だから僕がネットがなんかできるわけでもない、うん、何をしよう、じゃあネットの事業が儲かるらしいぜ、まあ分かる、はい、で自分は何を売りにしようとしたわけ、ネットを始めて、要はパチンコで言うんだったらなんたら TV みたいな媒体を作って、そこで演者さんを呼んだりとか、あとそういう映像制作とかを受け負ってっていうのをやってた。だから自分でテレビ局作ろうとしたってことですね。そういうインターネットテレビ局を、はい、やろうと。で起業したって、すごくでかいところ、もうそんなことできるかっていうところを妄想してました。でも起業はしてるんですよね。あそうそうそう、で動き出してるわけですよね。そうです、動き出せなかったですけどね、そのコンテンツはもう準備中みたいな形で、ただその映像制作を請け負ったりとか、まあ、ウェブ作りませんかみたいなのは本当にちょっとだけありました。一人でやってたの？従業員を2人雇わせていただいて。一人雇ってやってたの？そうですね、はい、原宿駅前の徒歩30秒のもう今でもある建物ですけど、うん、そこに事務所を調子に乗って構えてでもちろんノウハウがない人だから、やっぱ全然、だって不動産業しかやってないですよね。そうなんですよ。人騙したの不動産しかやってないです。そうですね。ダマクラ不動産の人が。不動産は騙してないですから。その人がじゃあやったわけですよね。そうです。でそしたら当然やっぱり全く別の畑のその映像、うん、映像制作だったらまだよかったです。映像を作ってそれをなんかそのメディア運営っていうのをやっぱ手掛けちゃったので、うん、全くダメでしたね。はい、で、うん、仕事は本当映像制作を何本か撮ったかな。で、どうなるんですか、うん、あだから結局家賃と人件費で、うん、全部ずっと持ち出しだったんですよね。そうです、もう本当そこだけですね、家賃と人件費、まあ、あとはなんだ営業費とかは別にそんなないし。でもなんかこの流れで言うと起業で1年後に倒産じゃないですか、うん、そうですね、はい、1年後には多分もう借金1000万とかいってるんじゃないかな。でその間に離婚って書いてあるんですよ、うん、そうそう、あそうですね、はい、これだからその企業がやっぱり問題だったってことですよ、その借金というか。そうですね、はい、やっぱりそのお金がなくて本当にそのもう子供もいたので、うん、そういったやっぱりその子供に回すお金とかもやっぱそうちょっと使ってしまったというか、うん、本当に人としてちょっとそこは本当にマジで、いやずっと人としてやばいですよ、ずっとやばいよ、そこだけじゃない、やばい話が聞いて、まともな話1個も聞いてねえから、うん、そこはちょっと僕としてもだから本当にだから次会う時はテレビのニュースだと思ってますよ、ね、うん、はい、捕まりました。だからそれでじゃあ離婚だからもう起業して でもだって起業したことは、はい、奥様だって頑張りなさいだったわけじゃないですか最初はね、はい、うん、にしたってもやっぱひどかったです、ね、うん、僕がで途中で愛想つかされて、うん、そうですね、それでも応援してくれるっていう姿勢だったんですけど、うん、もうここはもう僕だけの言い訳になるんですけど、うん、やっぱ一回そのやっぱ借金もダメだったし、まあ、一回まあ離婚してまたその呼びに行こうみたいな、ちょっとそういうことを想像したんですよ、ね、うんうん、やっぱその1ヶ月2ヶ月で会社がもう良くならないし、うん、っていう、もう借金がもう今後もまだ膨らませられたんで、うん、膨らませちゃったんですよね。だそれで借金もなくなった状態とか、まあ、営業がうまくいったら、うん、したらまあ会社もうまくいったし、うん、本当にごめんねって借金、そんなことができると思ってたんですか。そうですね、もちろんできる。でお前今その奥さんと子供と会ったりとかするの？いや、ま
くできないです。もう結局それでもう、多分借金がですね、1800だから2000万だったかもうそれぐらいいっちゃって、うん、もうで結局その事務所からも全部家とかも一緒に住んでた場所もまあ引き払うじゃないですか、うんうん、で事務所も結局追い出されるんですよね。その事務所にも最後住んでたんで、うん、ああ、うん、ただその、うん、従業員もいないし一人で事務所に住んでみたいな、そう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 、本当にもうそんな感じで、うん、ただ事務所からも、うん、なんだ対応してたんでやっぱもう来るんですよね。強制的にもう業者がバー来て、俺とかも本当ごめんなさいみたいな感じで、いや笑えないですよ笑ってんじゃねえよ、本当なんか二度と笑うなでホームレス生活を始めてる、まあホームレスになるんですけど、生活とかじゃなくてもう死のうと思ったんですよね本当に。もう、うん、ずっと多分死のうとその期間を思ってましたね。もう家もなくて従業員も全部いなくて事務所に一人でポツンと、まあ電気代は残ってたかな、うん、まあでも本当にそういうので気力もないし、うん、で追い出されるには追い出されて、うん、っていう状態で、うん、まあなんか死にたいという本当にずっと思ってて、でそれで結局ちょうどグループホームを出た、まあ出たというかすぐ行って、うん、でそのじゃ死ぬのどうしようかなって、僕単純なんでその富士の樹海で人が死ねるよねっていうので、うん、富士の樹海に向かったって感じ。電車賃は？電車賃はだからどうしたのかな、ちょっと金持ってるじゃん。いや金は金はですね多分本当にな、ちょっとずつ持ってるじゃん。なんでなんだろう、あの樹海行くまでの電車とかバス、俺山梨県住んで山梨出身だから分かるけど、そこそこかかる、高いですよね、うん、そう、あそう、あのグループホームのところで、うん、確かその申請をなんかそのやっぱ役所なんで手順があるんですけど、うん、なんかそうですね、最初に行って一泊してそこからお金がもらえるとかそんな感じなんですよ、うん、で一泊してちゃんと役所の方に泊まってきましたみたいな申請で確か1ヶ月分一気にもらえるんですよ、うん、7万円とか8万円とか でそのうち、家の家賃として4万ぐらいはその初日に納めるんですけど、うん、手元にだから1ヶ月分 の生活費4万とか、うん、そうですね、で遊ばないように金渡せないです、それでお金が持ってて、うん、でそうですね、よしこれで行こうみたいなで電車に乗るんですよ、うん、はい、で樹海まで行ったってことですよね、うん、いやで行こうと思ったら、ちょうど東京からその静岡まで神奈川県って挟んでるんですけど、神奈川の川崎でなぜかこう静岡行こうとしたんですか、あの静岡側樹海じゃねえから山梨で、山梨側だから樹海、富士五湖のあたりなんですね、静岡から行ったらお茶畑といい富士山見えるだけだから、そうだぞ御殿場のな、はい、まあそうですね、ただ樹海を目指したはずだったのに、ああもうなんか本当になんだ5、6駅の川崎ですぐ降りちゃってみたいなえでそこはでもちょっとなぜかって言われると本当に、じゃあもうこの2014年の自殺未遂書かないでよしてねえじゃんこれ自殺未遂って要するに虚偽じゃん、虚偽、東京から川崎まで電車で行ったのがお前自殺未遂だって、自殺未遂はそうです、お前なんだよ手首切ってこれ見てくださいよこの後って出すのかと思ったらお前何電車で川崎行っただけかお前そうです、そうです、何なんだよ、何なんだよお前一体これ夜中公園でロープ持って殺してやるって言ってたら殺人未遂じゃないですかって一緒ですよこれ、いや本当に何なんこれ、本当に申し訳ない、でじゃあ川崎で降りて、そうですね、だってで自殺未遂が終わったんですよそこで、あそうだから自殺未遂してないですしてないです、でそれであの4万ぐらいして握り持ってるわけですよね、4万ぐらい持ってる、あ、そうです、持ってます、4万ぐらい持ってて、自殺ミスじゃけど、とりあえず川崎で降りたっていうのは、その川崎で降りたっていうのは、川崎って場所に何かあったんですか、いや、全然わかんない、おめえの話だよ本当にあんまり次考えたら引っ張ったんだ、お前本当そこ考えられたら困るわけよ、あ、そう、ごめんなさい、そうですね、うん、だからそれでも、本当に記憶がなくて、なんでそういう行動だからもうそういう自暴自棄のまま電車乗って、あ、そうそう、なんとなく乗って、多分その急行かなんかで止まって、うん、その大きい駅だったからとか、あんまり考えなかった、そうそうそう、だから今まで川崎に何かあったわけじゃないと、何もないです、でそれでちょっとその見てみようかなみたいな、そんな感じじゃないですかね、まあ、ただ死にに行くつもり満々なんで、うん、やっぱりその、まあ、満々じゃない、絶対満々死にに行く気満々なやつは静岡側の樹海ないとこ行かないし、本当なの、本当、いや本当に死のうと思ってて、死ぬ気満々なやつ6駅の川崎降りね、降りね、降りね、いやでも、その何だったら死ぬ気満々だったら駅で飛び込んでる、そうだ
でもその死ぬ前にその昔を懐かしみたいみたいな記憶もあったんでしょうね多分。でもそれで、じゃあ川崎は何か昔懐かしい、川崎は昔懐かしじゃないんですけど、そのやっぱりなんか見てみたいみたいな、そういう感じだったんですか、ね、全然意味わかんないですよ。いやでもそういう気持ちがあったのは多分本当ですよ、やっぱ思い出てくるんで、はい、やっぱそのね、はあ、懐かしいなら新宿であの子と遊んだなとか、そのね、で川崎でしょそうですけど。静岡だからその山梨がね向かってたんで、だからあの茨城も関係ないし、そうです、ね、でもだから本当にとにかく何の関係もない川崎で降りたんです。思いついて降りて、そうそう、本当に思いついて降りて、うん、降りて、そうですね、強いて言えば不動産やってた時に川崎で取引をしてたのがあって、でそれで自分の物件でも見に行こうかなみたいな、そんな気持ちが、まあ、これぐらいあったかもしれない、ね、で大体川崎で降りたんですね、はい、でそうそう、この時だって死ぬ気満々で川崎で降りてるわけですよね。そう、死ぬぞー、よし死ぬ気で川崎降りるぞっていう状態ですよね。まあ精神状態は近いかもしれないですね、はい、ただ怖くて死ぬにしてもやっぱどうしようかなとか、なんかあんまりでも記憶にない状態ですね、うん、で川崎降りて、何したんだよ川崎降りて、で降りてやっぱりその街並みを見てたらなんかパチンコ屋があって、それも絶対に入らないんですけど、うん、入ってしまったんですね。なぜか。それまでパチンコってやったことなかったの？大学生の時に、大学生の4年間だけやってたんですけど、サラリーマンをしてからは本当にもう一回もパチンコ屋にも入ってなくて、結構そのきちっとしてたんですよ僕の中では。きちっとしてない、宗教やってたんですよ。そうか。パチンコやるほど金なかったわけですよ。借金400万だから。お金があってもまあまあまあそうです。だからお金入ってきたわけじゃないですか。はい、その不動産屋やってね、あの年に何千、ね、はい、その時には手出してないってことですもんね。はい、あ、全く出さなかったんですよ。で、この、ここで一生懸命、はい、パチンコ屋に入って、だって、はい、大学の時やってたとかいろいろ考えたら、だってもう。置いてある機種とか全く知らない台しかないですね、うん、全く知らないですね。なんでその強いて言えば今みたいにそのまあ不動産で関わった川崎っていうのをちょっと見てみたいとか、うん、パチンコも例えばやってたなとかっていうので、うん、だから打つつもりとかじゃなくてパチンコ屋をちょっと覗くみたいな、過去を回想してるんですね、なんかね、そう多分、うん、そう、そういうのを強いて言えば多分そうだ、うん、でそれで見た時にこっちが強いて言ってあげてるし、申し訳ない、ありがとうございます、こっちが強いて言えばじゃこっちが言ってやってる、人の人の人生を、人の人生を今強いて言えばこうですかって言ってるんですか。秋山さんと尾崎さんがフォローしてくれなかったら話になってないですかね、多分。なってねえよ、うん、で、それでパチンコ屋に行きますよね。そうですね。で、それで、うん、あの羽物が僕大好きだったんですよ、うんうんうん、デビューも羽物から入ってて、うんうん、大学生の時に。で、それであの東京デラックスっていうパチンコ台があって、うんうん、それを東京デラックスから、うん、それをですね、まあそうですね、なんとなくやっぱり最後に打っとこうみたいな気持ちで打ったら、うん、定量性の跳ね物でもう絶対出るみたいな、もう前、うん、で、そうなんですよ、で出たんだ、出ちゃって、うん、はい、で、なんだろう、まあ出て、うん、でそれで2万円ぐらいになるんですよね、5000発定量だったかな、うん、4000発だったかな、うん、まあそれで、お金になって、うん、で次の、まあそこからじゃあ富士の樹海に行こうと思ってたんですけど、なんかそれはまだそれはあったんですね、その感覚は。全然あります。いや、むしろ死ぬ気ままなんですよ、その時も。だから時を打ちながら死ぬ気まま、時を死ぬ気ままの時を、いやもう死ぬ気ままなんですよ、別に何を思ったか、なぜ座ったかもわからないし、勝ったから嬉しいとかも一ドゥ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 3だろうが8だろうが16だろうが俺はこの後死ぬんだからよ、ね、おー、終わった終わった終わった、16入ったわ。でもその時ばっかりは全く興奮したりとか何も覚えてなくて、記憶に残ってないですよ、その感情が。で、次の日も、まあその定量で、いや、じゃあ次の日がおかしいだから、いや、だから、そう、だから2万円ぐらい出るわけじゃないですか。でも死ぬ気満々ですよね。あ、そう。どうしたんですか？次の日、その、いや、だってそこじゃ、お前日本語通じないのか？違う違う、ボコボコしたのか、お前。じゃあだから、何時か知らないけど2万円出るわけじゃないですか。死ぬ気満々で樹海のこと考えてたんですよね。なんで電車に乗ってねえか聞いてんすよ。いや、それはあのやっぱりなんでかな。あと、なんで笑ってんのか聞いてんだよ。で、まあ、川崎で時を打ち止めして死ぬ気満々で焼肉食いったりしてねえんだろ、まさか。だって死ぬ気満々なんですよね。全く合流してないです。全く合流してない。だからどうしたんですか。どうしたの、その終わった後でパチンコは。いや、おそらくその本当に。おそらく？いや、だからその時の記憶がないっていうのを本当にごまかしてなくて、だから本当に朦朧として霞がかかったような状態なんですよね。霞がかかって16かな、8かな。そう言ったらもう。まあそうですね。で、まあそれはそうですけど、だからその死ぬ気満々だったのに、はいはいはい、なんでその。はい、電車にも乗らなかったんですか。だって向かわないと。だから本当その通り、おっしゃる通りなんですよ。うん、ね、だってじゃあパチンコあったらじゃあそのまま電車で向かおうっていう。だって時間的にはそんな遅いわけじゃないですか。まあ、そんな遅くない、全然。じゃあだから行けるわけですよね。そうなんです。行かなかった
何してたんですかって。川崎の町で何したの、打ち止めした後。いや、おそらく満喫に泊まったと思うんですね。おそらくね。お金があるしみたいな。それで、だって死ぬ気ままがなくなるわけじゃん。なくなったの。そのうちなくなってくるんですよ、おそらく。はい、まあ、おそらくというか、それがなくなってきてて、うん、で、まだそれでも生きようとかなんかないんですけど、でもやっぱ、あの、そう、お腹減るし、人間生きてて、で、うん、その、はい、なんだろう、お腹減るし、ね、眠くなるしみたいな、うん、で、そのうちちょっと、その、あ、やっぱ俺ほんとどうしようもねえなって、人間なんだなって気づいて、うん、それで、なんか、生活していかなきゃいけないみたいな、うん、でも借金ありますよね、まだ。いやいや、もう恐ろしいですよ、本当に、うん、もうか、多分すごいですよね。だって2000万の借金って多分1ヶ月間で60万とかすごいんですよ。金利？金利 18% の普通のところですけど、計算したらもう一生無理だと僕思ってました、ね。その状況下で、はい、死ぬ気でまだ時を打ってるんですよね。だからそうですね、うん、そう。稼いだところで何もならない時を打って。だって毎日2万買ったって金利で全部なくなるな。そうなんですけど、まあでもそんなことは当然、まあそこまで考えは及んでなくて、うんうん、とにかくでもなんか生活というか明日を生きていくためにもっていうので、うん、まあ、パチンコ定量にした後にその時間がまだお昼だなって、うん、次のパチンコ店とかに行って なんでかな、でもなんかできないかなみたいな、うん、で見てったら、天井が1000ゲームとかのスロット台で800とか900で落ちてることがあって、うん、え、これってすぐ当たるんじゃないみたいな、うん、みたいな、それで打ったら当たって、うんうん、で当時サラリーマン番長とかマドカマギカとか初代か、そう、バジリスク絆とか、うん、はい、そういったのがいっぱいある時で、うん、でまあ当たってそれで出てみたいな、結構最初すごい上振れて出たんですよね、うん、で天井狙いって言葉僕知らない、ハイエナって言葉は知らなくて、うん、ただそういうのでやってると、え、スロットも勝てるなっていうふうに気づいて、うんうん、でパチンコ定量をして、あとは違うホールで天井狙いをしてっていうふうなルーティンが始まってくるんですよ、ね、うん、その満喫に泊まりながらってことですか。あ、そうそうそう、うん、はい、本当に優雅な生活で、うん、でまだ借金返してないですよね。もうそれはそうです、もうなんか全然覚えてないですね、状況的には。はい、全く無理です、ね、でも電話とか来るわけですよね。あ、でも電話代も払ってないのか。で、それはもう携帯捨てましたね、僕。あ、まあそうなりますよね。きつくて、もう、うん、その TOKIO デラックスの時にも電話が来たのがすごい覚えてるんですね、うん、なんかそれで捨てたっていう。まあね、16入ったって返せねえし、借金って話だよね、うん、で捨てても携帯ってあの料金は取られてないけど、まあ、加算でいくじゃないですか、うん、バカだったなって思いましたよね、うん、いや、で連絡も取れなくなりましたよね、だから。そうです、だからもう全て誰とも連絡取れないし、ないまま、ただやってんのはパチンカスみたいな生活、満喫泊まりの、うん、まあ、あの羽物の解放代狙いプラスハイエナで生きてたわけだ、うん、それでハイエナが、稼げるっていう、うん、もう毎日そのやっぱり川崎でハイエナの動きをしてると、うん、やっぱそのハイエナの人っていっぱいいて、専業が、うん、設定が多いですか、で、うん、まあなんだろう、仲良くなってっちゃって、うんうん、で、まあ、君がやってることはハイエナだよって教えてもらいながら、うんうん、あ、こういうことやってる人がいっぱいいるんだなと思って、うん、ってことは仲間でやった方がもっと稼げるよねって気づいて、うんうんうん、軍団になっていくっていう、人を誘おうっていう、で、まあ、一緒にやろうぜって、そうそうそう、うん、で当時はインターネットとかじゃなくて、もうその漫画喫茶で、うん、出ちゃうだったかな、その時のなんかその、うん、そういう雑誌を見てる人に声かけて、うん、ねえねえってやるのみたいな、で今度一緒にやりませんか、うん、で大体怪しまれるんですけど、うん、その中でやっぱりそのついてくるやつがいて、うん、で1日いくらとか、新しいマルチ始めたよ。じゃあ日東で君が誘ってやらせてたってこと、はいはいはい、そうです、そんな元手があったんですか。でその時は、もう、うん、ハエナを一人でやってるピンから1年とか2年後ぐらいですかね、うん、あ、じゃあ1年か2年は専業でずっとやった、金を貯めたんだ、それなりにしたら。そうですね、どれぐらいやったかな、多分そう、本当それなりですね。それで、軍団を作ったら軍団の収益が半端じゃなかったです。月収とかすごかったですね。で、何人でどのような形態で軍団やってるのか、うん、お前のところ残ったわけ。まあ広告的な言い方すると、うん、もう登録が100人ぐらいいました。実際に100人以上いて、うん、で実稼働でいうと1日まあ20〜30人ぐらいとかかな、30とか、うん、4グループあって、まあ、班長 ABCD みたいな、うんうん、でそれで、その人たちが、稼働してくれて、でそこから毎日収益、まあその本当にハイエナと設定狙いで得た収益を自分がいただく、まあもらうというか。川崎でこのコロスは俺の知り合いのプロがいたんですけど、うん、
えぐい軍団多すぎるから行くのやめろ って。あ、軍団めちゃくちゃ多いですね。はい、いや、お前やん。ちゃう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 。その一人が、一軍団が自分だったと思うんですけど、うん、今でも川崎はやっぱりすごい多いですね。はい、でそれで、だから借金も放置してますよね。家とかどうしてるんですか、まず。で家はその時ドヤ街、今住んでるドヤ街にいました。はい、あ、それは借りれる、借りれた。そうです、借りました。ドヤ街はその一般的なその引っ越し費用とかがなくて、その日のその例えば一泊二千円だったら、日払い払ってれば、日払いで済めたっていうのがあって、うん、そうこうしてる間に今コメントしてますけど、1年落ちたら借金増えてるよね。そうなんですよ。めちゃくちゃ増えてました。だから軍団員増えて月1万とか知らないですけど、うん、はい、でそれで君の手残りが少なかったってこと。あ、そうそうそう。それ結構すごい話だよな。いや、すごいと思いました。うん、エクセルみたいな。だからすげえなって思いました。うん、その状況になってるわけじゃないですか。はい、で、ドヤ街に住んでます。うん、だからその借金とか、だって借金って来るでしょ。督促状は来てましたね。はい、でもどこにいるかバレてたの？バレてたと思いますね。途中でその住民票とかも移すんで、移すまではやっぱりバレてはなかったですね。で、そうなって払い終えます。はい、その時はもう軍団長として確固たる地位を築いてるわけですよね。うん、そうですね、ありがたいですね。うん、はい、ただ、それで軍団をやってたんですけど、うん、まあ、やっぱりこういった人間なんで、やはり軍団から追い出そうという話になって、こういう人間だっていうのが、まあ、ちょっとまず、まずは怖い。そもそも、こういう人間についてくるやつがいることが怖い。それは、不思議ですよね。だからこれはだから、本当にマルチやっててよかったんだと思いますよ、岡田さん。神様の、神様に教えてもらったやり方だと思います。でも、これは確かに、ちょっとだけノウハウはあったのかもしれないです。うん、ただ、まあ、うん、はい、軍団を追い出されて自分一人になっちゃうんですよ。なんだ、その追い出そうっていう動きがあって、なんで追い出されたの？それは自分で軍団を作っている途中で、うん、もう一つその軍団のやってる人がいて一緒に合体するんですよ。共同経営みたいな形になって、うんうん、でそれですごくもうでかくなりますよね。めちゃくちゃでかくなる。それで規模感もでかくなってます。うん、で、そこからやっぱり自分が、まあ、転売とか始めるんですよね。もうやることないんで毎日。軍団の親っていうのはやっぱりその何かトラブルがあったらケツを持ったりとか、例えばエクセルとか揉めたりするわけですよ。うん、でそういうのとかでなんか行ったりとか、あとは新しく入ってきた人たちとかになんかその話をしたりとか、まあ言ったら追い出したり、うん、じゃあ情報を自分でこう探すのも下にやらしてたってこと？最後はそうですね。はい、最後はもう本当に全部手放しました。何もしてないけど、とにかく金だけ入ってくるみたいな。それだって、そう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 、あなたがあなたが尊敬した教祖様の、そうそうじゃん、もろ教祖様でしたね、あの時は。うん、だから本当に2人とも、俺の、まあ、親友のその共同の2人とも毎日何もしてないっていう。逆に金だけずくずくってこと。ただそのお金を自分たちが出してるんで、そのやっぱりその内子の人たちってお金がないんですよ、ね。はい、その人、その日暮らしで。だからまあ納得してくれてる状態で、その、うん、まあ歩合制でみたいな、うん、はい、形でやれてたかなと思います。うん、でそれがなんで、そう、なんで追い出されんの？うん、でそれでまあまあそこの2人で、僕とその相方で、うん、まあ、人間関係が割れちゃって、うん、で追い出されたっていうのは分かりやすく言ってるんですけど、軍団を割ったんですよ、二分割。まあ、戻ったってことですね。うん、だからそのだって2個の軍団が合体したわけだから。そうです、戻ったんですけど、うん、まあその時にいた軍団員っていうのは実はもう1人ぐらいしかいなくて、うん、もうやっぱり人間の移り変わりが激しすぎて、うん、要は自分が呼んだとかって人はもう事実上いないですよ、2人とも。自分もこいつも、うん、じゃあその人も追放されちゃった？いや、その人は今もやってます。その人が言ったら吸収合併、その人が親になったみたいな感じ。あ、そう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 、はいはい。で自分の方にもスラフラさんついてきますとか、なんかすごい感動的な、ね、内子の人とかもいて。それだって宗教やってた時の自分じゃん、その子が。その子、そうね、そうだよ。だってその子の親が来て辞めさせるって言いに来たら、まさにそれです。ついていきますってちょっとわかんねえ。いや、まあでもその、うん、辞めるんだったら僕もこっちでやりますみたいな、そういう、うん、なんかいい人たちもいて、で、うん、そのやっぱりただで割るっていうのもまあなんだろう、まあなんだろうな、うん、まあでも自分がちょっとなんか悲しませちゃったっていうのもあって、ごめんねって感じでやめてるんです。悲しませなんかその転売とか他のことやって、それでなんかお前そのスロットとかどう思ってんだよみたいな、なんかそういう、要するにやっぱり言うても会社なわけで、でそれに対してなんかその遊びほうけてるみたいな。パチンコ屋の軍団ごときが、
お前パチンコのことどう思ってんだよ、転売ばっかやりやがってって言うこと。そうそう、ほんとそういう感じです。地位も何もないゴミカスのパチンコ屋の軍団ごときが。そうそうそう、分からないね。ただまあ、そう、組織でやってるから、組織の。え、組織なら組織で別に収益上がりは転売だろうが、何でもいいし、売信発生だろうが、それ個人でやってたの。で、ただ、ただやっぱそうは言っても、なんかトラブった時に、うん、まあなんだろう、俺ばっか言ってんじゃないかとか、お前やれよみたいなとか、やっぱその、あるわけですよ。うん、そういう動きしてると緊急的に動けないじゃんとか分かんない、いろいろだから。でも単純にやっぱ気に入らなかった。 そんなパチンコパチソに対して純粋に熱くなれて、うん、その崇高な存在として、うん、俺たちのこの仕事をどう思ってんだみたいな感覚でやってるやついないよ、うん、川崎だけすごいよ。だとしたら、いやでもやっぱ気持ちは本当ありましたよね。やっぱエクセルを抜いてやるみたいな、やっぱり一番になりたいなみたいな、でかい組織作りたいなとか、まあ、軍団で言ってるだけですけど、まあ、そういう風なのは思ってましたし、軍団内であの軍団には負けたくないとかあるんだ。そんな東京アベンジャーズみたいなことになる。そう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 、もう全国取ろうぜみたいな。軍団な、名古屋、名古屋、次は名古屋支社だなって、やっぱ名古屋行ったろうぜって熱夢を語ってました、ね、名古屋全員で行って、名古屋の軍団来て、お前らどこのもんだよ、長崎から来たんだけどよ、この辺の島荒らさせてもらうぜみたいなことするわけ。頭おかしい。ちゃんと親に話としてそこに入っていくみたいな。いや世界だな。というのを考えてはいました、ね。でもそれで追放されるわけですよね。あ、そうです。追放っていうか、まあ、でもついてきてくれてるやつはいたんでしょ。いたとは言ったってもやっぱ少ないですし、あとそれで自分からもやっぱここのエリアもらうよとか、千葉とか、あともらうよ。あ、まあ、要するになんか、うん、僕の中でやっぱごめんねって感じでやめちゃったんで。相手の方が悲しませたんで、で、まあ、今考えてみたら結構それ悲しむことかなとかいろいろ思うんですけど、普通に悲しむくせるも何よ、お前が転売やってっからが、そうそうそう、そんな感じです。やめろって言われて、それ悲しむくそもねえわけじゃん。いやなんですけど、僕の中でやっぱ親友だし、やっぱその親友ってその人とどこで会ったんですか。パチンコ屋もう頭、まあ、軍団同士ですからね、はい、はいはい、で、はい、で、それが終わって、あ、終わって、でだから要は、え、だから軍団ってあれなんですか、そのこの島行っていいよ、行っちゃダメってあるんですか。あるけど、自分たちは何もそれは気にしなかったですね。トラブったらトラブろうみたいな。でもだから、でも自分は辞めたんでしょ、それで。辞めた時にあいつの島は手出さないようにしようってしたと。ああ、やっぱそこの元軍団のところはあえてやる必要はないなと思いましたね、川崎とか。うん、じゃ別にどこでも食えるしみたいな。どうなったんですかって、川崎にいたのに。で、神奈川と、あとその千葉県でやってたんです、僕のところで。でやったんですけど、うん、1年経たないぐらいかな、半年ぐらいもしないうちに、うん、どっちのグループも金持って逃げちゃったんですよね。まあ、誰が、あ、そのうち子たちが。うち子たちが一斉にってことですか。まあ班長がですね。はあ、うん。で、やっぱりそれって人徳かなっていう、今まで、まあ、そういう人はいっぱいいるんですけど、毎回。うん、そりゃそうだよ、あの持ち逃げ当たり前じゃん。当たり前なんですけど、よくある話じゃん。なんかめちゃくちゃ聞くね。普通にある。あるんですけど、自分はやっぱりそういうのをちゃんと管理もできないし、やっぱりその言うたらやっぱりスロアフローにやっぱり魅力がなかったな。ないでしょうね。いくら逃げられたの？いや、そんなでもないですよ。50万とか、あとは、いやでももう一人はでかかったな。もうちょっとよくわかんないですね。200ぐらい持ってかれたのかな。うん、じゃあその金の管理もそいつに任せて回してたっていうことだよね、現金を持たせて。そうですね、はい、で、それがじゃあ、まあ、飛ばれちゃいました、うん、あ、そう、飛ばれただけです。で、どうすんのって話。あ、だからもう本当に人もいなくなっちゃったし、タイミング的にも結構近いところで2人いなくなったんですね、うんうんうん、で、もうやる気なくなって死のうモードにまたなりました。また、うん、で、スローフローは何で生まれたんですか。そうそう、これで。その3ヶ月ぐらいぼーっとしてたの後ですよね、だから。あ、そうです、はい。それで、やっぱり何もやる気がなくて、飯食って起きて寝てみたいなのだと、こうやってやっぱりインターネットとか、当時スマホ持ってましたね、うん、はい、で見てた時に、まあ、YouTube で、そうなんです、 YouTube が稼げるって誰かが言ってたんですよ、ヒカルさんとか、うんうん、まあ、で、YouTube 稼げるんだって思ってやってみようみたいな、うん、はい、で、だからパチンコなんですか。だってヒカルさんが言ってたらパチンコじゃないじゃないですか。そうなんですけど、やっぱり僕の中ではそのハイエナのさっきの軍団の熱い気持ちを持ってほしいんですけど、うん、僕はもうパチンコで食っていくっていうふうに決めてるんです、人生死ぬまで。パチンコパスの。そんな熱い思い出一個もなかった。いや今でもすごい。だって熱いこと言ってくれたんだって、下の人たちでしょ、だって。いや、それ。そうだよ、だってこれ転売してんだ。転売やってんの。そこは僕の中ではパチンコの軍団があってやってたわけですよ。
だってもう毎日24時間何もやることがなくてもう死んだような生活なんで。うち行きゃいいじゃん、パチンコ好きだから。で僕はそのうちに行ったりするんですけど、うん、やっぱり親がその場にいると緊張しちゃってやりづらいとかあるみたいで。何の話、いやだから本当何の話やねんって感じなんですけど。何の話それ。であと僕もその例えばパチンコだったりしてもそのついつい言っちゃうんで、いや止め打ちしようよみたいな、そこのね北斗無双とかでしたけど当時は、うん、いやいやいやみたいな、そういうのもついついそのでも言わないようにあの班長に言ったりするように、まあ、改善はしてたんですけど、言っても僕空気が読めないんであんまりだからいてほしくないっていう、うん、それでだからパチンコへの熱い気持ちがあってYouTube をやろうと。あ、そうですね、パチンコスロットで食ってくって僕決めてるんです。でも多分なんですけどパチンコ業界はいてほしくないと思う本当に。いやマジでその熱い思いクソ迷惑みたいな、結構やばいやつですよ、うん、だって、うん、今の話経歴聞いたら俺ちょっとマジで一緒に出たくな い, ないえ、お前個人以外誰も得してない、全員後損してる。でも確かにフォールメーカー一般エンドユーザーえ、だから今だからスラフロさんを使ったホールとかメーカーがこの辺放送見てたら震え上がってますもん。そして大崎さん、次回は3月の8日なんですけども、もしかしたら次回がないかもしれない。本音で話すやがないかもしれないっていう。あのさ、本当に次回3月8日、いやわし何にも考えず君呼んでて、 YouTube でこういうあのレトロで打ったりしてんすよみたいな話を聞くつもりで呼んどるわけよ。で YouTube 意外と回ってるし人気なのはなんでだと思うとか、そういう話を聞くつもりで呼んでんやけど、お前いろいろとその考えて、これがなかったらこの話聞いてないからな。表面的になんか、そうなんですよ、僕も大崎さん、はい、多分なんですけど、ここでギリギリ良かったのは、うん、俺らがこの話聞いてなかったら、うん、他で当たり前にしてたと思うんですよ。そうどっかで、ね、あの、はい、チャンスメイトとかで話してないですよ。あ、そんな話はしないですね、はい、だから本当いろんなとこ潰していく可能性、うん、ここで。おー、いや本当に、あ、もうちょっといろいろ考えた方がいいわ。いやいや、はい、結構衝撃でした。だからあの、うん、まさにドキュメンタリー、うん、そう、いや、リアルはリアルで、リアルすぎるわ、いう話を。初めてじゃないですか、大崎一万発の本音で話しすぎたわ。そうそう、本音で話しすぎたわよ。